ルイージ・カドルナは、イタリアの軍人、政治家、貴族。1850年、サルデーニャ王国の軍人ラフファエレ、カドルナの息子として、ベルバーニア郊外、パンランツァに生まれる。1914年7月27日、イタリア王国の参謀本部長となり、イタリア軍を率いた。1917年のカポレットの戦いでの敗北により、アルマンド・ディアズにその地位を譲った。 1913年から1928年まで元老院に在籍した。イタリアが大戦に参加した時、カドルナは総司令官を務め、87万名の兵士を率いて初期の4度の大攻勢を指揮した。カドルナは山岳陣地にこもるオーストリア軍へ単調な正面突撃を繰り返し、孤立や占領を目指した作戦計画を達成できないままに25万人以上の 戦死勝者を出した。カドルナはその後も、計7回の攻勢を指揮し、6度目の攻勢の際には、ついにゴリツヤ占領に成功するが、それ以上進まずに、オーストリア軍の戦線を突破する機会を逃した。加えて、ゴリツヤからトレンティーノに予備戦力を注いだが、地形の悪いトレンティーノへの戦力集中はむしろ、正気を失うばかりだった。 1917年10月24日のドイツ軍によるカポレットの戦いでの最たる敗因は彼が予備戦力を後方に置かなかったことであった。突破した部隊を抑える術を持たないイタリア陸軍は各地で包囲され27万人が降伏し大きな損害を被って交代した。とはいえ核軍司令官の責任も軽視はできず。 特にピエトロ・バトリオは適切な防御戦闘を行わなかった。カドルナは政府に総司令官職を解任され、公認のアルマンド・ディアス将軍によって、軍司令官からも解任された。アルマンド・ディアスは、ドイツ軍が去った後の戦線で指揮をとり、ピアーベ川の戦いで、オーストリア軍を撃破して、ビットリオ・ベネトの戦いで降伏に追い込んだ。カドルナは連合国司令部のイタリア代表として、 戦争には関わり続けた。後世の歴史家は、カドルナを、規律家最も卑劣な無能者と評した。彼は、正面突撃に繰り返し投入される兵士に冷淡な態度で接し、また、本国政府の意見や状態を考慮しなかった。また気に食わない将校を次々に解任して、指揮系統や指揮に悪影響を与えた。カポレットの時も敗下に責任を押し付けて、 多くの士官や将校を処刑した。戦後に軍事委員会でカポレットの責任問題が追及され、1919年に刊行された調査報告書でカドルナは非常に辛辣に批判された。それでもファシスト政権下では政府の宣伝の一環として復権され、元帥に除任された。ありがとうございます。